こんばんは。1月22日水曜日、夕方のイバキラ TV ステーションのお時間です。この時間もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、夕方も始まりました。始まりましたね。今日はね、お昼に、はい、今日はカレーの日ということでね。ね、本当ですよね。ご紹介しましたけれども、はい、うん、今日お昼に、はい、うちのスタッフカレー食べてました。食べましたね。僕も一瞬迷ったんですけどね、うん、はい、あのアジフライも今日県庁のカフェテラにあって、はい、うん、アジフライカレーにしようか迷ったんですけど、美味しそうですね。ね、あの、うん、ライブもあるんで、はい、ちょっと抑えめにしてたら、はいはい、スタッフはもうすごい、あの、大盛り食べてましたよね。食べてましたね。苦しいって。でも美味しそうでしたね。美味しそうでしたね、うん、今日カレー食べた方多いんじゃないですかね、はい、この後夕飯にもね、うん、カレーを召し上がってみてください。はい、ジューさん、カレーの作り方とかで何かポイントとかってあります？あのね、はい、うち、まあ、前からも話してるんですけど、笠間の火祭りが本当に好きなんですよ、ね、毎年行っていて、実は笠間焼きの土鍋っていうのをね、土鍋一つ買いまして、で土鍋って普通あの鍋とかにする土鍋のイメージがあるじゃないですか、はいはい、それよりもどちらかというとこう寸胴の土鍋が、深いんですか？そうなんです、深いのが売っていて、へ、見たことないです。 でそれでカレーを作ると、はい、遠赤外線効果で、遠赤外線すごいんですよ。あの特にジャガイモとかが形をちゃんと整ってあの、保ったまま、崩れない、保ったまま、うん、中までしっかりと火が通って、口入れた時の衝撃っていうのは結構すごいですよ。そうなんですか、はい、じゃあ普通の鍋で作るよりも土鍋で作った方が、はい、格段美味しかったですね。美味しいんですね、うん、へ、しかも土鍋なので、はい、うん、熱をずっと保ってくれているところがあって、あの冷えないんですよ、あんまり。そうなんですか、うん、だからゆっくり温めてていてくれるので、うんうんうん、保温効果もすごくて、へ、これはおすすめですね。いいですね、はい、うちちょっと変わった話なんですけど、はい、あの炊飯器の炊飯ジャーじゃないですか、はい、あの炊飯ジャーにカレーを保温しとくんですよ。本当に？そうなんですよ。ご飯は？ご飯はご飯の炊飯ジャーがあるんです。あ、そうなんだ。おかず用の炊飯ジャーっていうのがあって、そうなんですか。カレーをずっとそのあったかいままに保てるという、すごいですね。でもそうですね、それもいや面白い付け方ですし、うん、例えばどうしても、うん、あの家族揃って食べられない時ってあるじゃないですか、そうですね、お父さんちょっと遅いとか、そういった場合でもいいですよね。そうですね、うん、まあ、ちょっと変わってるんですけれども、でほら、はい、あ、そうですね、聞いてみれば、うん、はい、結局炊飯ジャーを新しく買った時にとか、古くなってどうしようっていう時に、もう捨てずに使えるじゃないですか、まあ、そうですね、そういうことですよね、まあ、カレーに限らず、はい、いろんな、まあ、シチューだったりとか、味噌汁だったりとか、すごい、まあ、いろんなものがうち入ってるっていう、ちょっと変わった。はい、ホテルのビュッフェ状態、ビュッフェ状態です、いつでもバイキング状態ですから、楽しそう。はい、ね、ということでね、ぜひ皆さんも何か面白いカレーの食べ方や作り方などありましたら、うん、はい、こちらまでお送りください。お待ちしております。さて、今日のイバキラ愛のコーナーは、はい、うん、素敵なシンガーソングライターのアーティストの方にお話しいただくんですよね。本当ですよ、まあ、これから春ですけれども、なんか本当一足早い春の空気を運んできてくれたような、うん、さっき僕たちもね、ちょっと打ち合わせをしていたら、そんな感じしましたもんね。本当ですね、はい、とても綺麗な女性の方なんですけれども、はい、茨城県出身ということで、茨城出身のシンガーソングライターさん、いろいろと活躍されてる方多いですよ ね、本当ですよね、うんうん、私たちのね、イバキラ TV の、はい、エンディングクロエアさんのね、藤井美香さんも、そうですね、はい、うん、はい、でも本当楽しみですよね、ね、はい、ありがとう、お話をお伺いしていきたいと思います、はい、それでは今日も明るく元気に参りましょう。イバキラ TV ステーション、いってみて。イバキラ愛のコーナーです。今日のゲストには茨城県出身のシンガーソングライター野井美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。茨城出身のシンガーソングライターという、本当にお綺麗な方ですよね。素敵ですよ。野井美さんということで、はい、先ほどちょっとテロップも出ておりましたが、あのアルファベットで野井美と書くんですよね、うん、はい、NOIMY ですね。そうです、野井美じゃないんですね、野井美でお願いします。野井美なんですね。由来っていうのはどういう風に作られたんですか？ですね、もともとは、はい、あの本名フルネームで活動してたんですけど、本名で、はい、はい、なんですけど、ちょっと本名フルネームが硬いとか言いづらいとか、あ、ちょっと長いというか、そうなんですよ、ちょっとそういうのあの言われて、じゃあなんかもう
できるだけ言いやすく覚えやすくっていうのにしようってことで、はい、のみみになりました。そうなんですか。なんか高校時代のあだ名とかそういうのとも全然関係なくてなんですか、うん、全然なんかそれもたまに聞かれるんですけど、のみみって呼ばれたことは一回もないんですけど。あ、そうですか。すごいですね。なんかちょっと新たな、 なんかこう自分を、ね、出したいなと思って、でなんかのみみになったんですけど。そうなんです、はい、ご自身で考えたんですか。そうなんです、いろいろ考えました。そうなんですか、はい、ね、可愛らしいのみみさんのいろいろ話聞いていきたいと思うんですが、ね、まずプロフィールからいろいろ教えていただきたいんですけれども、はい、茨城県のどちらのご出身なんですか。出身は桜川市。桜川市、はい、じゃあ先ほどお話出てきたクロウェアのね、小杉さんも同じ桜川市。そうなんですよ、同じ中学校が一緒で。あ、そうなんですか、はい、すごい仲良くさせていただいてます。そうなんですか、はい、なんかそういうね、シンガーソングライターを生むような土壌があるんでしょうかね。桜川市にはね。なんか全然ね、中学校の時は別にね、そういう感じじゃなかったんですけどね。そうなんですか。で、今はその桜川市出身で、はい、高校はどちらに行ったんですか。高校はあの、うん、水戸の水戸市高に通ってたんですけど。水戸市高、頭いいですね。で、その後その後高校まで水戸にいて、で、あの都内に出て、大学は青学に行ってたんですけど、優秀、うん、それで、あのその後また大学院に進んで、大学院、はい、横浜に移りまして、今横浜に住んでます。そうなんですか、はい、じゃあ今は大学院生で横浜に住んでいらっしゃる、うん、はい、そうなんですね、はい、大学に通われながらシンガーソングライターとしての活動をされてるわけなんですね。そうですね、現役大学院生シンガーソングライターですって言ってます。あ、すごい。この音楽活動を始めることになったきっかけっていうのはどういったところなんですか。最初は、あの音楽活動というか、音楽に関してはもうすごい物心がつかないぐらいからずっとピアノはなんかこう弾くのが好きで、小さい時からピアノをやってらっしゃる、はい、実家にあのピアノがあったので、はい、こう弾いたりはしてて、あと習わせてもらったりとかもしてて、で、あの音楽にはずっと親しんできたんですけど、はい、なんかこう人前で歌うとかっていうのは、高校の軽音部に入ったのがきっかけで。なるほど、はい、すごいあの水戸地方軽音が盛んだったので。あ、そうなんですか、はい、なので、あのライブ結構ライブやったりとかっていう機会がすごい多かったので、それで人前で歌うことの楽しさに目覚めたというか、そうなんですか。それからですね、それがきっかけでやり始めました。そうですか、小さい頃からね、そういったピアノを弾けたりとか音楽に携わったりとか、作曲とかもされてたんですか。そうですね、なんかこう一人でこう弾いて、適当にですけど、なんかそういうのが大好きで、小さい頃から結構作ってましたね、うん、そうなんですか、はい、そういった活動されてのみさんの曲聴きたくないですか、はい、ちょっと今日まずどんなね、歌声なのかっていうことで、のみさんから曲のご紹介をぜひいただいて、はい、曲聴いてみたいと思います、はいはい、では聴いていただくのは、はい、あの星空という曲で。星空、はい、素敵な、素敵なタイトルです ね。ちょうど今ぐらいの季節で星が綺麗じゃないですか、はい、冬はね、はい、でその頃にあの九州の方に旅行に家族と行って、で、あの唐津城っていう結構高い位置から星を見ながら作った曲で、眺めもいいですね。そうなんですよ、ノンフィクションで。ノンフィクション、はい、基本的にそうなんですけど、はい、作った曲なので。そうなんですね。で、あの今日見ていただくのが、あの東京の、あの都内で活動している、ライブバーの、はい、ライブバー、はい、イベントで、トーナメントライブみたいのがあって、そこで一応優勝させて、優勝、すごいですね、素晴らしいですね。その時の映像があるので見ていただきます、はい、じゃあ早速お願いします、はい、では星空です、どうぞ。街の光に変わる海が明るさを加えるから、きらめいて空へ向かう。突然会えなくなったから、見せたいものだって
素敵ですね。ありがとうございます。本当にこう心にじーんとくる。本当です ね。ちょっと切ないところもあるような、まさに冬の星空を眺めながら聴いてみたい、そんな曲ですよ ね。ありがとうございます。私も素敵だし、歌声もね、はい、美しい。本当に美しい、はい、ありがとうございます。なんかね、こうゆったりした感じの、はい、そうですね、曲が多いんですか。ピアノ弾き語りなので、はい、結構あのしっとりとかっていうのが多いですかね、はい、素敵ですね。ありがとうございます。素敵な歌声の真由美さんなんですけれども、いろいろと活動を幅広く行っているということで、はいはい、昨年などもいろいろと茨城でもいろいろイベントにもご出演されたんですよね。はい、去年は結構あの地元で活動させていただく機会が多くて、まずあの茨城空港の3周年記念のイベントに去年の3月に出させていただきまして、はい、結構あの皆さん集まってくださって、美味しいあのご飯が出たりとか、その中で歌わせていただいたりとか、あとはですね、あの友部の中央病院で、はい、あのボランティアでコンサートさせていただいて、その時はあのお客さんが入院してる患者さんだったりとかなんですけど、あの聞いていただいたりとかして、すごいいい経験になったりとか、あとはあの筑西市の、あの祭りで歌わせていただいたりとか、あとはあの下妻の佐沼さんビーチのイベントに出させていただいたりとかって、はい、結構自分のゆかりがあるところでだったので、すごい楽しくできました。いいですね。結構屋外とかでもやっちゃうんですね。そうですね、外のイベント、はい、多かったです。はい、そういう茨城で地元とかで行われるイベントと、はい、今ね東京に住んでらっしゃるということで、都内で行うようなイベントと何かこう違った感じっていうのはあるんですか。一番違うなっていうのが、やっぱりお客さんに来ていただける人が、都内だとどうしてもなんかずっと小さい頃から知ってる親戚の方とか、まあ、親もまあ結構来てくれるんですけど、そうなんですか、おばあちゃんだとかって、あのなかなか都内には出てこれないので、都内でやってる時はその向こうのファンの方だったりとか、初めて出会う方だったりとかっていうのが多いんですけど、茨城だとそういうあの小さい頃から私を見てくれてる方が来てくれる機会になるので、こうやって元気に大きくなったぞっていうのを見ていただける機会になったので、すごい良かったなって思います。地元のね、そういった親戚とかお知り合いの方も含めて、みんなが応援してくれてるっていうのが、そうなんですよ、近所の方々とか、結構聞きに来てくれたりするので、歌ってる時とかね、ちょっと違いとかあったりするんですか、やっぱり。そうなんですかね、私ですよね、私ですか、そうそう、田中さんが歌ってる時に、なんか結構変わんなくて、すごいマイペースで、もうずっとライブの時もこんな感じで、おっとりした感じのね、本当になんかね、やる気あんのかとかやれるんですけど、いや、なんかこのペースがまたいいじゃないですか。本当にもうこのままずっと、もうプライベートもこんな感じで、そんな感じです。なんかブログ拝見したんですけれども、なんか駅とかでおばあちゃんに声をかけられたりよくするって書いてあったんですよね。そうです、そうです、道を聞かれたりとか、おばあちゃんにあのおまんじゅうもらったりとか、すごいな、なんか一緒に食べたりとか、はい、一緒に食べたりとか、まあ、結構昔からなんですけど、そうなんですか、旅先でいろんな人とあの仲良くなったりとか、そういう人よくありますね。結構声をかけられやすいですかね。そうなんですかね、雰囲気がね、こうふわーっとして、ね、素敵な空気感が出てるんですかね。ありがとうございます。そうなんですね、はい、そんな素敵な真由美さんなんですけれども、はい、新しく楽曲が出たそうですよね、はい、そうですね、はい、あの去年 の、 その茨城での活動の一環で、あの夏に茨城でやってる音楽の会社の方とコラボをさせていただいて、もともと私があの茨城に帰ってきた時に歌おうと思って作った「ただいま」っていう、ただいま、ね、もう本当にフレッシュ人たちに乗りながら帰ってくる時に作った、まさに本当にただいまな曲なんですけど、そうなんですか、リアルな感じですね。その曲をあの、コラボさせていただいたので、ちょっといつも私が作ってるようなのと違うような曲調で、アレンジして、はい、ちょっとテクノっぽい、テクノ、はい、テクノイミっぽい感じでアレンジ、テクノイミ出ましたね。アレンジしていただいて作ったのがありまして、はい、それがね、ただいまっていう曲なんですけど、そうなんですか、はい、今回はそのメイキングの PV をお持ちいただいたということで、はい、撮影もいっぱいしてきたので、去年の夏ですね、そうなんですか、こちらご覧いただきましょうか、はい、はい、ではお願いします。はい、では、ただいまのメイキングの PV です、どうぞ。
識になるなんて。港線って書いてありますね。そうですね、中根駅ですね、はい、またね曲もアップテンポな感じで、はい、明るい感じですね、はい、ポップな感じにしてもらいました。こういった港線っていうのは乗ったことありました？そうですね、高校生の時にその、ね、お出かけするのに使ったりとかしてて、はい、そうですそうです、うん、あとこの辺ちょうど、高校の時の歩く会で歩いたコースだったんですよ。水戸一高歩く会やってますもんね。そうなんです、そうなんです。なるほど。なので本当にもうヘトヘトになりながらこの辺歩いてたので、すごい懐かしくって、はい、はしゃぎながら撮影しました。なんか映画にもなりましたよね。そうですそうです、夜のピクニックっていう映画に、夜のピクニックですね、はい、ありましたね、はい、出てるんですか、ノイミさん。はい、なんかエキストラでちょっと出てて、結構みんな出たんですよ、その当時。でお友達が結構映ってる子がいたりとか、エンドロールに名前出てる子がお友達でいたりとか、で私はなんかあんまり出てなかったんですけど、メイキングのなんかインタビューを受けてる、そうなんですか、ちょっと出てるんですよ。現役だったんですか。そうですそうです、ちょうど1年生で、その本当の歩く会を経験する前に夜のピクニックの撮影で、雰囲気を味わったっていう、ちょっとなんか珍しい感じだったんですけど。そうなんですか、最初に映画だった。そうなんです、1年生の時。すごい経験ですね、はい、面白かったです、うん、そんな思い入れのあるね、はい、中港線で今回ロケをされたということで、はい、そのロケ地っていうのは他にもいろいろ回ったんですか。そうですね、大洗の方に行ったりとか、ひたちなかの方に行ったりとかで、もう全部茨城のロケで、オール茨城で、はい、やってきて、すごい景色もね、田舎な感じの綺麗な景色が結構映ってるので、はい、見てもらいたいなと思います。そうなんですか、はい、ちょっと見たいですね、前編見たいですよね。そうですよね、こちら YouTube の方でもね、はい、配信されてるんですね。はい、見ていただけます。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。そしてね、このただいまという曲、はい、どういった思いで作られたんですか。そうですね、さっきも言ったんですけど、ちょうどそのフレッシュ日立で帰ってくる時に作って、もう向こうに上京してたので、その茨城のことを思いながら作ったのと、なんかこうあっちで頑張ってる自分とこっちですごいリラックスできる自分を比べて、この場所があるからこそ向こうで頑張れるっていうのがあるので、変わらずあってほしいなって、ふるさとがあってほしいなみたいな気持ちで作りました。やっぱりね、帰る場所があって、そこ で、はい、でいろんな人が待っててくれる、応援してくれてるって思うと頑張れるっていうのがありますよね、はい、そうなんです、本当にそうなんです。はい、そうですか。ちなみにこの素敵なね、ただいまという曲はどのようにすれば購入したりとかはできるんですか。はい、ですね、そのシンクルミュージックレーベルさんっていう、はい、茨城の会社とコラボしたんですけど、そこのホームページで、ウェブ限定で、ウェブ限定、はい、配信で販売しているので。そうなんですか、はい、今出していただいたここで、はい、アクセスいただけると買えるページがあります。お、デジタルフォトブックも。そうなんですよ、それでいっぱい撮影した私の写真が、もう本当に何百枚も、先ほどの港線とか笑いとかで、はいはいはい、そうなんですよ、あの辺の写真が写真集じゃないですか。そうなんですよ、もう恥ずかしいんですけど、特典としてついてくるっていうことなんですね。そうなんです、それは楽しみですね。本当にいい景色を見てほしいんですね、私としては。私両方ですよ、両方ですよ、両方ですよ、すごいいい景色なので、その写真とか、あとさっき言った病院で、はい、ライブさせていただいた時の音源も、ライブ音源も入ってたりとか。そうなんです、盛りだくさんですね、はい、盛りだくさんで作っていただいたので、はい、ぜひこちらのホームページから、はい、見ていただきたいです、はい、そして、ね、まあ、その他にもたくさんの曲を書かれて歌っていると思うんですが、はいはい、この CD なども購入はできるんですよね。そうですね、はい、その私のブログ、検索って出していただいてますけど、はい、私のブログからも買えますし、あとはライブ会場で、来ていただいた方にサイン入りで買っていただいてます。いいですね、そういうのがやっぱ一番いいですよね、はい、こう顔を見て何々さんとか書いて、私するのが自分はすごいね、いいなと思う。直接お客さんと触れ合いたいっていう、はいはい、そうです、すごい大好きです。
そうなんですか、いいですよ ね、 いいですね、やっぱりあの聞く方もね、はい、こう実際にアーティストの方と触れ合えるのってすごく嬉しいですよ ね、 ですよね、もうますますファンになっちゃいますよね。確かにそれありますよ ね、 ね、はい、そしてぜひあの今後のですね、はい、イベントなどの出演予定などありましたら教えてください。はい、はい、ちょうどあの学業の方が落ち着いてきて、大学院生ですね。そうなんですよ、ちょうど修士論文書いてて一昨日提出したばかりなので。おめでとうございます。卒業まもなく卒業。そうですね、うまくいけば卒業なので、ちょうどあの冬眠冬眠って言ってたんですけど、冬眠が明けたところで、2月の2日ですね、はい、あのイベントに復帰させていただきまして、あの茨城県の観光のキャンペーンイベントなんですけど、2日ですね、あの、はい、栃木の方に宇都宮の方に行ってイベントをさせていただきます。はい、茨城県をね PR しながら、そうなんですよ、冬美さんの曲をね、はい、PR してっていう形で、茨城の顔じゃないですか、はい、本当ですね、頑張ります、ね、でもブログとかでもね、いろいろ茨城の良さとか観光地巡りなんかもそうなんです。そうなんです、もう本当に都内に出て、もう東京の友達とかが茨城のことをあまり知らなかったのがショックで、もうそれからもう自主的に茨城を PR してるんですよ、本当に。そうなんです、ありがとうございます、ね、素晴らしいですね。それで、はい、さん、はい、今後のぜひ目標などありましたら教えてください。はい、卒業と言ったんですけど、4月から一応あの会社に入ることに就職されるんですね。はい、なりまして、一応歌の方は、歌もあの会社のお休みとかうまく使いながら、あの辞めずに絶対続けていこうと思ってるので、はい、その機会にあの皆さんとまたお会いして、あのいい歌を歌っていけたらなって思ってます、うん、新社会人シンガーソングライター。あ、いいですね、肩書きが変わりますね。終えるとともにね、本当ですよ、も頑張っていただきたいですよね。はい、はい、ということで、いろんなね詳しい情報などはブログやツイッター、はい、フェイスブックも行っておりますので、はい、ぜひねチェックしていただければと思います。はい、お願いします。今日は茨城県出身のシンガーソングライターの由美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。
茨城新聞ニュースをお伝えします。まずはじめのニュースはこちらのニュースです。海外で新型インフルエンザが発生したとする政府の対策訓練を受け、ひたちなか市のひたち製作所ひたちなか総合病院は昨日午後、市内の男性が国内で初めて発症したとする想定で訓練を行いました。訓練には病院の医師ら27人ほか、県や市、保健所、工場の関係者合わせて78人が参加し、診療の手順などを確認しました。感染が疑われる患者が見つかったと病院に連絡があり、病院内の帰国者、接触者外来で感染拡大を防ぐためゴーグルとマスク、ガンをつけた医師と看護師が患者の問診のほか、鼻水を検体として取り、院内で簡易検査を実施しました。さらに精密な検査をするため、保健所の職員が検体を県衛生研究所に運びました。検査、迅速検査をもう一度やらせていただきたいですけど、よろしいですか。はい。マスクをずらして上を向いてください。失礼します。はい、ありがとうございます。インフルエンザの検体が取れましたのでお願いします。ただです、はい、インフルエンザ A 型陽性が出ましたので確認をお願いします。A 型インフルエンザ陽性ということで、はい、インフルエンザ A 型ってことはもう間違いない。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。はい、衛生研究所の方です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。これを全体的な職員全体に意識を高めるためには、やはり何回も訓練をしていかなければならないと。まあ、これを一つの契機にして、さらに平時から通常の状況から、こういうそのことがすぐにできるような、そういう仕組みがまあひたちなか市全体でできればいいなと思ってます。続いてのニュースはこちらのニュースです。国際宇宙ステーション ISS に滞在している若田光一宇宙飛行士とのライブ更新イベントが昨夜、つくば市の宇宙航空研究開発機構 JAXA で開かれました。更新時間は20分間で、地元の小学生ほか体力づくりや健康維持に関する団体の関係者らおよそ90人が参加し、無重力の環境でトレーニングによって体力を維持している若田さんにコツなどを聞きました。画面に登場した若田さんは終始明るい口調で ISS での生活を語りました。つま先をこの上に乗せて、つま先立ちをするようなことをしてふくらはぎの筋力を鍛えるんですけれども、ISS での生活が2ヶ月を経過した若田さんは、無重力の宇宙空間では骨や筋力がすぐに弱ってしまうといい、ランニングマシンなどを使い毎日2時間の運動をしていると説明しました。床ずれもしませんし、移動するような時にかなり弱い力で移動することができるんですね。本当に移動する時っていうのは手で壁を押してあげるだけで簡単に移動できます。ありがとうございました。皆若田さんを応援しています。今日ここに来てくださってる子どもさんたちの中からも、将来宇宙を舞台に一緒に仕事ができる仲間が出てきてくれればなというふうに思います。どうぞ皆さんお元気で。更新ができるということで、宇宙にも少し興味があって参加しました。将来は科学者とか理科系の仕事に就けたらいいなと思って、とても楽しくて貴重な経験だと思いました。最後のニュースはこちらのニュースです。サッカーの J2 水戸ホーリーホックを支援する水戸ホーリーホックホームタウン推進協議会の総会が昨日、水戸市のケーズ電機スタジアム水戸で開かれました。水戸ホーリーホックホームタウン推進協議会は水戸市周辺の9市町村や団体などで構成しており、総会で会長の高橋康史水戸市長は次のように話しました。会長に議長をお願いいたします。私たちの
のこのシティにホーリーコックが存在をするということ、これは大変大きな意義がございます。もちろん、サッカーを通して、この見る人たちにですね、夢と感動、希望を与えるというそういう大きな存在であると同時に、まあ、私たちにとっては地域振興という意味においては大きな財産であるというふうに思っておりますし、茨城県中に、ホーリーコックのファンを拡充をしていきたいというふうに思っております。2014年度の支援策はホームゲーム集客支援として、新たに先駆け茨城ラジオ祭り括弧仮称と題したラジオ放送を生かした観戦支援イベントを企画しました。その他ふるさと物産大集合、サッカー飯フェスティバル、アウェーサポーターをもてなすホーリータウン開設を継続し、市町村の日の地域交流事業も続けます。関東三大の先駆け茨城大祭り、これは仮の名称でございますけれども、茨城の地域ですね、ラジオ放送を生かした、スタジアムでの観戦、そういったものを、提供できるようなイベントを、計画してございます。ご承認することとしてよろしいでしょうか。ご承認の場合は拍手を。我々今年はですね、こちらに書いてありましたので14勝15敗という形で15位という形に終わりました。まあそれを言いましても、ここにあります観客動員がですね、皆様のお力をいただきながら、2012年8万3431人から、2013年9万7237人と10万人ということで目指しておりましたけれども、あと少しのところでできませんでした。こちらの天候の不順もあってですね、まあいろんなことはすごいありますけれども、やっぱりこの10万人を目指して、また来年もですね、進めていきたいなと思います。続いては新聞ピックアップのコーナーです。最初の話題はこちらの話題です。行方市の写真コンクールで夕焼け帆引き舟の作品が県知事賞に輝きました。第43回水郷行方水辺の里写真コンクールの表彰式が18日行方市の天王崎観光交流センターコテラスで開かれました。行方市内の自然や祭りなどを写した181点の作品の中から、埼玉市の早野由香さんの作品が最高位の県知事賞を受賞しました。受賞作優勝は、夕焼けの中で操業する帆引き舟を捉えた写真で、風を受けて膨らむ帆や乗組員の姿が逆光の中に浮かび、霞ヶ浦の雄大さも感じさせる作品です。挨拶に立った市長は、コンクールを通じ市内の自然や文化、歴史を知ってもらい、行方に来てもらえるよう PR したいと話していました。続いての話題はこちらです。笠間焼のカップで地酒を楽しむイベントで乾杯条例が PR されました。昨年12月に県内自治体では初めて制定された笠間市の乾杯条例を PR しようと、笠間民芸の里で18日、笠間の地酒を楽しむ夕べが開かれ、参加者が市内の地酒を心ゆくまで味わいました。このイベントは地産地消の普及に取り組む NPO が営むカフェで実施され、およそ50人が参加しました。笠間市内の4つの酒造それぞれの地酒と地元特産品の栗焼酎を飲み放題で提供、おつまみにはもつ煮や丸こんにゃくなどが並びました。会場では三味線演奏や獅子舞も披露され、参加者は笠間焼のカップで地酒を味わいながら贅沢な時間を楽しみました。ということで、朝刊ピック、新聞ピックアップをお届けしました。はい、先ほど観光帆引き舟というふうにおっしゃってましたが、帆引き船ですね。失礼いたしました。観光帆引き船。はい、ました。はい、帆引き船素敵ですよね。そうですね。また、ああいう美しい写真でね、彩られると、本当にあの姿を見てみたいなと思うんですが、受賞された方はですね、何ヶ月も通って、あのシーンをね、撮影されたということなので、やっぱり決定的な一瞬を捉えるためには、やっぱり努力が必要なんだなっていうことも感じますね。そうですね。はい、ああいうやっぱり夕焼けとか、はい、そういう時間帯によってもね、こう明かりが違くて全然違うでしょうから ね雰囲気が変わってるんですよね。はい、しかも撮っているのがやっぱ船の上だったらしく、相当船酔いに耐えながらコメントもあったようです。そうなんですか。はい、ぜひ皆さんも帆引き船見に行ってみてはいかがでしょうか。はい、新聞ピックアップをお届けしました。はい、さあ続いては、続いてはいわきら TV スクーピーレポートのコーナーです。はい、今回は水戸市のギャラリーからですね、おひな祭りのレポートです。はい、どうぞ。
今水戸市の平須町にやってきました。あの住宅の中にあります古民家ギャラリーに来ています。あ、そうなんです。結構あのこの狭い空間の中にあの大勢のお客さんが来ていらっしゃって、こう皆さん話しながらこの中を見ていらっしゃるんですね。こちら古民家ギャラリー木の花という名前でして、あの古い古民家をあの改装しまして、こうしたギャラリーになっているんですね。またこの古民家の作りがですね、とてもあの工夫されていまして、中に入ってくると天井の部分があの外されていて、すぐ上にありますこの屋根の骨組みが見えるような状況になっているんです。あとは障子戸なども外されていまして、こうすごく開けたところになっています。このこちらのギャラリーを作られた鈴木喜悦さんに伺っていこうと思います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらはギャラリーにしようということで、鈴木さんが、はい、あのこちらを主に店主としてやって、そうですね、10年ぐらい前にね、建てた時にちょっとどうかなっていう感じがありましたね。でやっぱりギャラリーかなと思いまして、ギャラリーが合うなということで、そうですね。でできるだけ私たちがもうリタイアした年代だったんで、なんていうんでしょうか、若い人たちにどんどん来ていただいて、うん、若い作家さんにも使っていただけたらなということで、作りました。今されています展示会というのが、はい、この春のおもてなしひな祭りという、はい、ひな祭り、ね、ひな人形だったり、はい、吊るし火、そういった作品が多いですね。あの吊るし飾りはもう中心で、もう好きでもうあちこちね全国勉強に行きましてね、それで吊るし飾りを夫で会って、6年目なんですね。今ここでうちでやってる吊るし飾りはね、で今ちょっと今年はもうちょっと教室もかなりあの生徒さん来てますので、作られたものとか、こういうお人形とかを中心にちょっと増やして、おもてなしっていうことで、今回を企画させていただきました。はい、そんな鈴木さんのこだわりが詰まったこのギャラリーで作品の展示をされていらっしゃいますのが、私の隣に来てくださっています、根本美智子さんです。根本さん、こんにちは。お願いいたします。いや、素敵な作品がたくさんありますが、なんといってもあの私すごいなと思うのがこのお人形ですね。あのひな人形のような一見そうした人形なんですけども、ね、顔を見ると鬼の顔をしていたり、あとはちょっと、ブスに似てたり、ブスかわいいっていう、そうですね、はい、確かに鼻が丸くて眉毛があの、ね、おかめさんのような丸い眉毛なんですね。どうしてあのこういったちょっと変わったアレンジをされてるんですか？一時こうあのブス姫っていうのが流行ったんですよね。でそこから、自分流に流れてきたって感じですね。多分触ってはいけないと思うんですが、ちょっと私触らせていただいてもいいですか？はい、失礼します。こうおもこもこしているんですね。柔らかいですよね。あのこのふわっとした感じっていうのはどうやって作られてるんですか？中に薄い綿が入っております。あの作り方としてはその生地の中に綿を入れて、それをまたどんどん重ねていくんですか？薄い綿を挟んで縫い上げるような形ですね。あの着物を着ていますから、こう幾重にも重なっていますけど、この形になるまではどういった作業でされるんですか？大本はあの顔と手足を粘土で作りまして、で乾いてからちりめんを貼ってで組み立てていくんですね。でズボンの方には綿が入ってて、で上の着物には薄い綿を挟んで縫って仕上げるっていう形なんですね。どれくらいかかるんですか？そうですね、ここの教室ですと週に月に2回ぐらいですか、まあ4ヶ月ぐらいでしょうかね。でも自分で作れば、まあ縫い上げて乾くまでで2週間ぐらいではできますよね、集中してやればね。あのこういったお人形さんを作る時っていうのはどんな表情になったらいいなってこうイメージなどをされるんですか？そうですね、その時によってこうポワンとした感じとか、あとは思いっきりブスに作るとか、へそうですね、そういう感じで作りますね。
それはやっぱりこれを手に取ってくださる方のことを考えつつやるんですか。あとは自分のイメージの中にこうあったような作り、その時その時でイメージがこう湧いてきて、それに近いような感じっていうのを作り上げますね。じゃあ毎年違ってくるんですかね。もう一体一体全部違いますよね、イメージはね。なるほど。あのこれからまた春になってきて、こういったものが活躍していく時期になりますけども、この春のシーズンが終わりましたら、こういった人形たちはどんな風に、うちの、まあ、こういう人形さんでしたら3月とは限らず、1年中飾れる感じですよね。確かにあのそうですね、おひな様とはまた違いますから、1年中飾っておけると思います。確かに男子男の子女の子別々にしてしまえばできますね、一緒にしてもなんとなくこう可愛いカップルのような感じで置いとけるかなと思いますけどね。この古民家ギャラリーでも常連さんとなっているというふうに伺ってますが、こちらの古民家のギャラリーどんなふうに思われますか。こういったところで展示をずっとされてきて、すごく合ってると思います。こういう古風を使ってやる展示するにあたってはね、すごくこのしっくりとした感じで合ってると思います。じゃあまた来年もこうしてここで見られたらいいなと思います、ありがとうございます。最後にじゃあまたギャラリー店主の鈴木さんに、伺いたいと思います。あの本当に皆さんいらっしゃる方はこうずっと近くで見て、でまた戻ってちょっと奥の休憩スペースに休んでまた戻ってくるってい う、もう何度でも何度でも見たいですよね、もういろんな方おりまして、こういうお人形なんかもお売りしてますのでね。でそうしますと、あの最初はお孫さんにとかっていう感じで来られたんですけど、だんだんいや自分用にっていうような形でね、あの変わられてる方も多いですしね、あのとっても長生き長続きしてますね。あのこういうお人形っていうのは、すごくやってても楽しい、時間ですね。この1月2月っていうのは、どこよりも早くこのひな祭りを始めて、そうですね、でどこよりも早く終わってるんですけども、もう2月のもう9日で終わってしまいますので、そういう面ではとってももう楽しみなね1ヶ月、近い期間なんですけどね、はい、ぜひ皆さんにも一足早くこの春を感じてほしいなと思います。ということでこの時間はこの水戸市平須町から古民家ギャラリー木の花からひな祭り、一足早いひな祭りをお伝えしました。今週のプレゼントはこちら、茨城のレンコンです。茨城県の霞ヶ浦に面している地域は温暖な自然条件のほか、亜種などの野草が堆積した肥沃な土地と暖かい水に恵まれ、レンコンが美味しく育つとても良い環境にあります。この恵まれた環境とレンコン生産者たちの努力により、茨城産レンコンは全国のおよそ5割、東京都中央卸売市場ではおよそ9割のシェアを誇ります。また茨城のレンコンは肉厚で繊維質が細かいのが特徴で、煮てよし焼いてよしと様々な調理方法でお召し上がりいただけます。今回は茨城のレンコン4キロを5名様にプレゼントします。応募期間は1月27日までとなります。応募は茨城食と農のポータルサイトから。たくさんの応募お待ちしております。またうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは、茨城の旬の食材や県内の直売所情報、おいしい料理のレシピなど、茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりご紹介していますので、皆様ぜひご覧ください。県では職員採用特別試験を機械の職種について実施します。第一次試験は平成26年2月16日日曜日に行います。試験のお申し込みは2月7日金曜日までに人事委員会事務局へ申し込み書を郵送するか、
または持参してください。郵送の場合は同日必着となります。試験の申込書は茨城県人事委員会のホームページからダウンロードできます。また県庁舎23階の人事委員会事務局のほか、県民センターなどの出先機関で配布しています。詳細については茨城県人事委員会のホームページでお知らせしています。また電話でのお問い合わせも受け付けています。電話番号は 029-301-5549 です。皆さん、県職員になって人が輝く元気で住みよい茨城を一緒に作っていきましょう。茨城県立歴史館ではテーマ展見て触れて楽しい考古学2013茨城県教育財団調査遺跡紹介展を1月26日まで開催しています。茨城県教育財団は国や県が行う開発事業に伴い、その土地に眠る遺跡の発掘調査を行っています。本展では昨年度に調査した旧石器時代から江戸時代の9つの遺跡について、出土した資料や調査の結果から遺跡の性格や当時の生活の様子などを分かりやすく紹介しています。見どころの一つは念仏線と呼ばれる南無阿弥陀仏と鋳造された江戸時代のお金です。死者を埋葬する際に三途の川の渡し賃として6枚のお金を一緒に埋納する風習がありますが、念仏線はその目的のみに作られたお金で、全国でも珍しい出土例となっています。小さいものですが、当時の人々の死者に対する思いが伝わってくる貴重な資料といえます。詳しくは茨城県立歴史館のホームページをご覧になるか、電話番号 029-225-4425 までお問い合わせください。さあ、いよいよ25日から舞台が始まります、はい、息子たち、はい、はい、こちらの舞台の稽古の様子を中井さんがレポートしておりますので、はい、ご覧いただきたいと思います。どうぞ。いつ見てもでけえな、やっぱり。あ、どうも中井です。はい、ということでですね、本日僕がレポートに来ておるのですが、水戸芸術館に来てます。というのもですね、水戸芸術館さんで
以前ね、いわきライドも来てもらいましたけど、こちらですね、皆さん覚えてますか？息子たち。これね、水戸芸術館の ACM 劇場さんが仕掛ける未来サポートプロジェクトの第1弾ということで、3部作で構成される舞台があるんですけれども、ゲストでね来ていただきました小野飛鳥さんとかね、村上さん、小野飛鳥さんでもね、ナメコレとかでも出てもらってますけれども、このお二人が出演するこちらの舞台、1月25日からなんですけれども、本日通し稽古が行われているということで、まあ本番直前なんでね、どんな様子で稽古してるのか、あと本番直前の心境だったりだとかね、その辺ちょっと聞いてみたいなと思いまして、やってまいりました。早速行ってみましょう。今回中井レポーターがやってきたのは水戸芸術館。早速舞台稽古が行われている劇場へと向かいます。はい、ということで ACM 劇場、 ACM 劇場ですよ。まあ、ちょうどね、今中では通し稽古が行われているということなんでね、さあ ACM 劇場、早速中で今ね、ぜひもう真っ最中なんで、通し稽古真っ最中なんで、ちょっと静かに行きましょう。だから演出家からは熱のこもった演技指導が入りました。例えば細かいところもあるし、細かいだから、例えばでも細かいさ、こう言えとか、こうセリフがこうだよって言ったところは、もう次やるときがそれ直ったらいけダメだよ。
構お疲れ様です。あ、どうもお疲れ様です。はい、今回ちょっとさっき拝見させていただいたんですけども、はい、僕ちょっと1部見れなかったんですけど、はい、2部3部とは全然違った世界っていうのが、まあそうですね、はい、描かれてると思うんですけど、はい、今回のそのコンセプトみたいなのがあったら、まあ、ちょっと素人じみた質問、コンセプト、そうですね、テーマというか、はい、作品が持っているテーマは、はい、喪失からの希望、まあ、大事なもの大事な人を失ったところから人間はどのように、立ち直り、それで先に人生を歩んでいくのかというところを描いている作品ですので、まあまあ、この芝居の内容的には息子を亡くしたっていうところ、息子もしくは兄を亡くしたっていうところなんですが、そこから人間がその失った悲しみから立ち直り、どのようにこの未来に向かっていくか、先に向かっていくか、この先の人生をどう歩んでいくかというところが、まあテーマというかテーマで、だからそれをきちんと人間をきちんと描くというのが僕的な演出家としてのコンセプトとするならば、まあそういう人間がそのを質感を持った人間として生の人間として舞台上に描ければいいなと思っております。じゃあとりあえず投資稽古お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあまずさ、飛鳥ちゃんから聞いていい？初舞台だよね。でもうここまで来て本番目前じゃないで、今日も結構投資稽古でね、いろいろダメ出しだったりとかも結構あったじゃない。と 今の心境というか、なんか初めてのことにチャレンジしていって、なんか今までやってきたことでなんかあるはずなんですけど、うん、全然自分がいいと思ってる演技とか芝居とか、うん、じゃあ足りないものがたくさんありすぎて、ワンシーンワンシーン、うん、映像とかだったら直されてやる、その場でやるからすぐできやすいんですけど、通してやったりするとやっぱり忘れちゃったりとか、動きとかも動きとセリフでやらなきゃいけないことが同時にたくさん降りかかりすぎて、できないことがたくさんあって、なんかもう結構混乱してるそうなんだ。周りの人たちのお芝居っていうのはなんか本当に今日初めてちゃんと見て、うん、あ、SM の人たちは、うんうんうん、本当に共演者の方しかなかったの で、うん、で初めは本当になんかもう結構なんか自分の中でこうやろうとかっていう理屈でいっぱいいっぱいだったのを、うん、ほとんど今壊されてるそんなのダメだっていうので、なるほどね。でなんかやっとここ2、3日、うん、ちょっとだけなんか少し相手の人を感じながら、うん、セリフの言い方とか動きとかじゃなくて、うん、そこになんか流れてる人間関係と か、うん、なんかこのちゃんとの関係とかもちょっとずつこうなんか進展させていく、うん、なんかそういうことにすごくなんか敏感になれてきたような気がするんだ。なるほどね。最後の抱きつくシーンの前とか本当に汗かくんですよ。あそこだけ汗かかない、そうなんだここは全く汗かかない、そうなんだ、あそこすごい緊張するんだよ、ね、でまたおばちゃんがすごく、ね、なんかいろんなものを持ってきてくれるようになるので、それをなんか自分も見て感じれる、うん、なんか余裕って言ったら、まあ、多分違うと思うけど、うん、でもなんかそういうあれが出てきたんだなって気がするんですよ。結構全体的に見て、うん、もう私見てて、うん、私はツールとか、うん、あ、マルシアとか出てくると、うん、すごいもう一緒に演技してても、うん、なんかこう見てても楽しいし、うん、なんかこう最後はやっぱこう悲しいシーンとか、うん、バーって出てくるし、でもそれ以外のとこは結構面白く見れると思うので、うん、なんかあんまり1話と2話と対照的なのがそこなんで、うんうん、なんか純粋になんかたまに面白いなと思って見てほしいです、うん、舞台息子たち、1月25日から水戸芸術館の ACM 劇場で開幕します。3
部構成で3つの作品全然違うものになっております。きっと楽しいはずなのでぜひ皆さん来てください。お待ちしてます。さあ、はい、ということでもう舞台稽古の真っ最中というところなんですね。本当ですね、まあ、しかもこのレポートからまた日にちが経ちまして、今はもっとすごいことになってるんじゃないでしょうかね。本当ですよね、もう25日からですので、あと3日ですよね。本当ですね、でもこのレポートにあったところから、いろいろとこう演出家の方からね、ダメ出されていたところとかがどれだけ入って、すごいあの役作りができているのか楽しみですよね。そうですね、やはりあの村上さんも野さんも、その映像というね、今までやられてきたということで、舞台というのは初めてという体験というふうにおっしゃってましたので、そういった初めてのことをやるのって誰でもそうですけれども大変ですよね。やっぱりどういうふうにやっていいのかっていうのが、やっぱり手探りでわからない状態ですから、でもこの新しい挑戦をきっと乗り越えたら、そうですね、すごい輝きになるんじゃないでしょうかね。新たな成長がね、待ってるんじゃないでしょうか。そして先ほどあの舞台稽古のね様子見てましたけれども、ちょっとあのキスシーンなんかもすごいありましたよね。これあの以前芸術監督がお越しいただいて、水戸芸術館アートディスカバリーの時にもお話しいただいたんですけども、あの青春まあ群像というか、これあのこれ出演者の方も別なネット上のコメントでおっしゃってたんですけど、チラシを見るとちょっと落ち着いた作品かなっていうふうにあの思ったりする方もいるようなんですけれども、実はかなりあの中ではですね、アクションというか非常にこう動きもあって、まあそれもね今のレポートなら出たと思うんですが、あのコメディ的なところもたくさんあって、あの楽しい話が続きながら、その根底に流れるこう切ない部分とか、そういったものが描かれているということなので、ぜひあの年代的にもね、小野飛鳥さんも20歳ですし、そういった意味ではこれ設定が大学の卒業のね卒業パーティーっていうようなそういう話だったじゃないですか。ね、もう大盛り上がりの日ですよね。ですからそういう世代の人たちにぜひ見てほしいですよね。そうですね、ぜひご覧いただいてどういうふうに感じるのか。本当です。はい、25日からということなので、ぜひ皆さんこちらまでチケット予約センターお問い合わせいただきたいと思います。ぜひご覧ください。そして明日のイバキラ愛のゲストには、こちらの方にお越しいただきます。コントラルト歌手の国美香さんということで、コントラルトというのはですね、ちょっとね私たち見てみたんですが、アルト、いわゆる声楽家の方で、声楽オペラの歌手の方とか、音域の高い方から、ソプラノ、メゾソプラノ、アルトっていう風に音域が分かれるんですけども、僕もあの前にねそういったオペラの仕事をしてたんで、そこまではよく分かってたんですが、コントラルトっていうのはアルトの中でも、さらに出すことが難しい低い声を出せる、すごいですね、すごい方ということで、素敵な歌声も聞けるんでしょうかね。どうでしょう、楽しみです ね、はい、はい、皆さん明日またお昼12時20分からご覧いただきたいと思います。それではこの後も笑顔輝くキラキラの夜をお過ごしください。では